はい、文部科学大臣政務官樋口直也様、外務大臣政務官小田原清様、そしてご来場の皆様、改めましておはようございます。私、広島大学のご紹介いただきました教育開発国際協力研究センターセンター長教授の吉田でございます。主催者の一員でもございますけれども、本日は基調講演者というところで、高いところから失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日の私の話はこのような流れでさせていただきます。すでにご存知の通り、一昨年2015年の9月、国連サミットで持続可能な開発のための2030アジェンダ SDGs が採択されました。これは17のゴール169のターゲットから成り立っています。ミレニアム開発目標 MDGs の場合と比べますと違いが歴然としております。このアジェンダですけれども、平和、人権、国際間の協力といった国連憲章の理念にのっとったものとなっております。そして変革的で普遍的、野心的、誰一人取り残さないといった特徴を持ち合わせています。これらについてこれから皆様と確認していきます。まず変革的ということですけれども、 SDGs 採択に先立って国連事務総長がまとめた総括文書によりますと、包摂的な変革する経済、変革的なパートナーシップ、民間資本の変革をもたらす力、変革における文化の力、変革に適した国連、つまり持続可能な開発を実現するためには私たちの考え方、行動の仕方を本質的に見直し変えていかなければならないということを想起させているわけです。次に普遍的についてですけれども、これは世界中のすべての国、すべての人々が SDGs を自分の問題として受け止めて行動すること、それは MDGs の時代のような先進国が途上国の開発を促す、助ける側、助けられる側、そういった構図とは全く異なります。世界各国のすべての人々に変革的な行動を促すアジェンダであります。野心的ということですけれども、最高度に野心的で変革的なビジョンをゴール、ターゲットの中に標榜している。これまで通りのやり方では不十分である。革新的な方法、取り組みを求めている。例えばより強いリーダーシップ、革新的な資金動員、従来以上に幅広い人々の参画と多様な参画形態を促す、そういったものが含まれているわけです。そして相互に関連する目標群、ターゲット群がたくさんございます。他の分野との連携連動が不可欠となっているわけです。さてここからは教育2030に話を移します。教育2030はこうした特徴を持つ SDGs の第4目標である側面と、新しい教育アジェンダであるという側面を併せ持ちますが、まず新教育アジェンダとしての成り立ちについてお話しさせていただきます。教育2030は1990年の万人のための世界教育世界開発、ごめんなさい、教育世界会議で採択されたジョムティエン宣言、2000年のセネガル世界教育フォーラムで採択された EFA 行動枠組み、これらに続くものです。2015年の5月に世界教育フォーラムで採択されたインチョン宣言と、同年11月第38回のユネスコ総会に際して行われたハイレベル会合で採択された教育2030行動枠組みとから成り立っております。これらのプロセスにはほぼ2年間がかかったわけですけれども、これらの文書の草案に当たったのが先ほどから紹介いただきました
ユネスコを事務局とする EFA ステアリングコミティでした。で、ステアリングコミティは EFA 推進のためのグローバルな機構の一つで、2012年に新しく設置されました。お手元の資料の次のスライドにある構成員から成り立っています。つまり非常に幅広いコンスティチュエンシーを代表している組織でございます。私はここに2014年15年の2年間この委員会のアジア太平洋地域の代表委員として、また共同副議長として務めさせていただきました。教育2030の骨格は遡って2014年のオマーンで開催された世界教育会合でマスカット合意として確認されています。その後、国連の持続可能な開発目標のためのオープンワーキンググループが目標群起草の主な舞台と移っていきます。ステアリングコミティとしてはこのオープンワーキンググループに積極的にインプットし、そして、内容を詰めていく作業に参画したわけです。このプロセスに詳細にご関心のある方は、この資料、私の発表資料の末尾に掲げております参考文献を後日ご覧ください。こちらがインチョンのフォーラムで、インチョン宣言が採択された時の瞬間の写真です。上にある写真からお分かりの通り、ユネスコのイリナ・ボコバ事務局長をはじめ、世界銀行や UN ウェメン、ユニセフなど新しい教育アジェンダの共同発起機関の方々、韓国の大統領や国連事務総長も出席されました。そして CSO や教員、民間も幅広く参加しております。次のこの写真は教育2030行動枠組みがユネスコ総会のハイレベル会合で採択された時の様子です。つまりより広範な教育関係者が参画するフォーラムで宣言が採択され、実施主体となる加盟国の代表が行動枠組みを採択したという形になります。で、ここから教育2030の中身について触れます。全体の目標は、すべての人に包摂的で公正な質の高い教育を確保し、障害学習の機会を促進するです。このゴールのもとに7つのターゲットと3つの実施手段が掲げられています。詳細は本日お配りしておりますこちらの配布資料の方をご覧ください。この教育2030のビジョンとしては、教育は基本的人権であり、他の権利を実現させる権利、Enabling Right です。この権利を全うするために、各国は包摂的で公正な質の高い教育と学びに普遍的で平等なアクセスができるようにしなければならないとされています。教育と学びは無償で義務的であり、誰一人取り残されてはならない。教育は人格の全面的な発展を目指し、相互理解、寛容、友情と平和を推進するものであるとしています。さらに、教育は公共財で政府がその義務を負うと。教育は共同して行う社会的な取り組みである。続けて、ジェンダー間の平等性は万人のための教育についての権利と不可分であると謳われています。次に、教育2030のSDG4 としてのもう一つの側面についてお話しします。2000年代には MDGs とダカール行動枠組みという2つの異なる内容を目指すことによる一部で混乱がきたされました。そのような繰り返しを避けるために、私どもステアリングコミティの中の議論では一つの教育アジェンダの策定を目指しました。その結果として、教育2030がそのまま SDG4 であるという構図が成立したわけです。ステアリングコミティと国連のオープンワーキンググループとの間では何度も重要なやり取りを続けました。そして次第に両者の違いが結果的には狭まったわけですが、
私の個人的な印象によりますと、だいぶ私どもステアリングコミティが譲歩したような気がしております。教育2030が SDG 第4目標と位置づけられたことは、また教育目標と他の SDGs 目標とが相互関係がより明確になったということです。すなわち教育がすべての SDGs の基礎になっているという状況とともに、すべての他の SDGs が教育に対して期待するところを持つ、そういう関係になっています。教育2030には継続的な面と新規的な面がございます。これらについてお話をしていきます。 EFA との継続性としましては、学校に通えていない初等教育の学齢児がこの15年間で大幅に減った一方で、いまだに6000万人が通えていないという事実があります。この数字はしかも近年一向に減っていません。状況を難しくしている要因があるからです。修了率はさらに低く、また仮に最終学年まで達しても十分な学びの成果が身についていない。そして成人識字率も大きく後退したままです。つまり EFA の残された課題は非常に依然として大きく重いということです。こちらの表はこれまでの四半世紀、教育アジェンダが国際的に標榜してきた目標と課題のキーワードをピックアップしたものです。一見しますとあまり変わっていないように見えます。その通りかもしれません。ジョムティエン宣言の副題はその時すでに Meeting the Basic Learning Needs、 基本的な学びの欲求を満たすというものでした。その一方でしかし、教育2030にはいくつかの重要な新規性もあります。例えば包摂性、公正さが質と一緒に一体化して論じられている点です。またこの一番右端にあるように、初等教育に加えて中等教育、日本でいうと高校まで含めての無償化を言っています。学習の成果を従来以上に前面に出しています。雇用や大学、ESD、グローバルシティズンシップといったこれまでにない用語が盛り込まれています。そして 4.7、ターゲット 4.7 という存在があります。これについては後でまた述べます。字面の上では似ていても、時代の変化と各国の状況によってその意味するところが変わってきている、こういうことが言えると思います。全体ゴールの中でキーワードとなっている包摂的で公正な Inclusive and Equitable、 これについて行動枠組みでは、すべての人に平等な機会を与え、誰一人置き去りにしないと表明しています。すべての人々とは、性別、年齢、人種、肌の色、民族や言語、宗教等にかかわらず、障害のある人々、移民、土着の人々、特に脆弱な状況下にある子どもたちと青年等を含みます。そして就学から出席、継続、修了へ、さらには学習成果まで一貫して取り組むとしています。もちろん男女間の平等も明言されています。質の高い教育、学びの成果、これらは何を指すんでしょうか。行動枠組みでは、良質な教育について、適切公正でかつ効果的な学びの成果をすべての段階で、またすべての状況において達成するとしています。教育上のインプットや教授プロセス、学習成果の評価を強化するとも言っています。さらには良質な教育は創造性と知識を寛容し、リテラシー・ニューメラシーの基本的スキルおよび分析・問題解決、その他工事の認知スキル、人間関係と社会的スキルの獲得をもたらすとしています。また ESD、持続可能な開発のための教育および
グローバルシチズンシップ教育を通じ、地域及び地球規模の課題に対応できるスキル、価値観と行動様式を育てると示されています。教育2030アジェンダが求める教育の質、学習成果とは、このように知識、スキル、価値観、行動様式、4つの柱を含むものとなっています。いくつか具体的なターゲットを見ていきます。ターゲットの 4.1、 2030年までに全ての女子と男子が無償で公正な質の高い初等及び中等教育を修了し、適切で効果的な学習成果を得るです。ここでの学習成果は、子どもたちがその全面的な潜在性を開花させるための知識、認知、非認知のスキル等を含むとなっています。特に指導のプロセスを重視しています。ところで、このターゲット 4.1 の構文ですけども、何を行い、その結果として何を達成するのか、文章が二段構造になっていることにお気づきでしょうか。私たちステアリングコミティが起草したマスカット合意では、こうした二段構造が実は全てのターゲットに含まれていましたが、最終的な現在の SDG4 ではややその構文が乱れてしまっていることを認めざるを得ません。もう一つのターゲット 4.7 です。読み上げるのも難しいほど、ご覧の通り非常に長いです。SDGs 全体のターゲット群の中でもトップクラスに長い単語数です。したがってちょっと一見して分かりにくいんですけれども、内容は極めて重要だと思います。それは、日本が世界的に主導してきた ESD に始まり、グローバルシチズンシップ、人権、平和、文化の多様性といった教育の中身として尊重すべきものを具体的に示すことによって、 SDGs 全体の理念的な方向づけをこのターゲットで示していると私は信じるからです。そしてこのターゲットの中に Education for Sustainable Development という言葉が一つの言葉として盛り込まれるように、切れ目なく入るように、私も個人的に視力を尽くしたことをよく覚えています。その価値がどこまであるのか、これから皆さんと試していくことになると思います。その後、配布資料の中ではご参考までに ESD が何を示し、何を実現しようとしているのかが書かれておりますので、ご覧ください。次に、教育2030の進捗と達成度をどのように測るか、その指標について話します。教育2030のアジェンダには大きく2種類の指標群があります。一つはSDGs の一つとして世界的に測定すべき指標で、これらは国連の統計委員会でグローバルなインディケーターズとして一応合意済みです。昨年の3月に合意されています。例えばターゲット 4.1 については、初等第2第3学年、初等教育終了時、前期中等教育終了時の学習到達度を測る。ここでも学習成果が重視されていることが分かります。ターゲット 4.7 は、グローバルシチズンシップや ESD が教育政策、カリキュラム、教師教育、そして学習到達度評価において主流化されていることとされています。非常に測定が難しいと想定される指標です。国連では指標の専門家が今も重ねて議論をしています。SDG4 に関わる11の指標のうち、グローバルなインディケーター11の指標のうち、運用の準備が整っていると判断されているのは3つに過ぎません。概念的な明確さや確立された方法論やスタンダード、そして各国による定期的なデータ取りができているかどうか、こういう観点から評価された結果のことです。議論は引き続いて行われています。指標群のもう一つ、教育セクターとして、測っていくものが43ございます。グローバルインディケーターも実はここに含まれます。この43の指標について、昨年末に開かれた
ステアリングコミティではこれらをエンドースする支持するということを確認しましたが、そのエンドースの意味というのは採用するかどうか、どの指標を各国が使うかは各国に任されるということが確認されています。ここからは特に途上国にとって教育2030の実施実現に大きく影響を与える最近の国際教育協力の特徴についてお話しします。この写真は昨年12月に開催された GPE の理事会の様子です。途上国の教育開発を支援する国際教育協力の特徴を一言で申し上げますと、プロジェクト型の支援からプログラム型の支援へ移行しているということです。個別の教育課題を解決しようとするプロジェクトからセクターを全般的に対象にし、政策的な課題の解決に当たる包括的なプログラム支援へと移っているわけです。このことの背景には途上国の関心による支援から途上国主体の課題設定に、援助機関による対政府の個別のアプローチから協調し連携し、そして共同していくという姿勢、さらには個別の事業の成果にとどまらず政策全般とその実施その成果、これらの一貫性を重視する、こういった考えがございます。図でイメージを示しますとこんな感じになるでしょうか。2000年代に入って援助の効果を向上させるための議論が OECD の DAC 開発援助委員会で重ねられました。その結果はパリ宣言として2005年にまとめられ、それ以来この動きが加速されています。プログラム型支援は各ドナーからの資金をまとめてプール化するとか、国庫に直接資金を投入する財政支援、あるいは成果に対しての見返りとして資金を拠出するなど新しい形態へと発展を続けています。プロジェクト型とプログラム型支援の特徴をまとめるとこのようになります。詳しくは申し上げませんが、プロジェクト型は個別の課題を扱って現場レベルで具体的な成果を出すという強みがあります。その一方でプロジェクトが乱立して援助機関が主導する立場になりやすいといった問題点も指摘されています。一方プログラム型の支援ではドナー間の協調調和化が進み、途上国の制度を用いるというアラインメントが進展しています。しかし課題も残っています。教育2030という新たな目標とターゲットを達成するためにはどれだけの資金が必要なのでしょうか。それにはどうして学校に通えていないのか、貧困や言語の問題、紛争、それらの理由はどうしたら解決できるのか、あるいはどうすれば子どもたちが質の高い教育を受け、その結果高い学習成果を獲得できるのかということについて答えが分かっていて、その費用が計算されるということが前提で、私にはとてもできませんが、ユネスコの EFA グローバルモニタリングレポートのチームはその試算を何とかしてくれました。これによりますと、ここは全ての低所得国に限定してますけれども、就学前の教育と初等中等教育を普遍化させ、無償化させ、そして質を改善させる、つまりターゲットでいう4の1と4の2に相当します。そこだけです。それでも現在の途上国の国家教育予算124億ドルの4倍以上が必要になる。さらに途上国がその上どんなに頑張っても、予算を増やしたりいろいろな措置を講じても、まだ毎年210億ドルの資金が不足すると試算されています。その穴を埋めるためには外部資金も今の ODA の7倍に増やさなければなりません。 ODA としては実際には中所得国にも支援をしているわけですから、全体の総額で見ると気が遠くなるような追加的な予算が必要になるということです。本当に野心的なターゲット群だと思います。
これに対して教育セクターに対する ODA の額は2000年代の前半にはかなりの伸びを見せたのですが、その後停滞しています。赤字で示したところが近年の日本の教育分野に向けた支援ですが、日本は教育協力を重視する重要な国の一つです。教育 ODA の配分が資金需要の高い貧しい国々中でも基礎教育に向けられているかどうかということがしばしば議論の対象になってきました。その ODA の資金の拠出の仕方に目を向けます。特に2000年代以降ですね、イギリスとか EU、 ヨーロッパ勢を中心に用いられてきた財政支援は教育の機会拡大あるいは男女格差の是正には一定程度効果が挙げられました。ただ学習成果の改善につながったという確証は得られていません。そのように評価されています。このことから一部の援助機関を中心に成果をまず出す、その成果に対して資金を供与する Results Based Financing が採用されてきています。例えば世界銀行ですけども、政策的な成果を指標に置き換え、その指標が達成されたら資金を供与するという融資形態、プログラム・フォー・リザルツと言われています。これを採用しています。インチョンのフォーラムでもキム世銀総裁は今後の5年間で世銀型の成果に対する資金供与方式を従来の2倍の50億ドルに増やすと公言しています。低所得国を中心に教育開発を支援している世界的な仕組みであるグローバルパートナーシップフォーエデュケーション、教育のためのグローバルパートナーシップも2015年から資金供与の方法を見直して一定部分をリザルトベースドファイナンシングにすると決めています。その例がここに3つの国として挙げています。例えばモザンビークでは新しい現職教員の研修に参加した教員数を指標としています。ネパールでは学習到達度評価を実施し、その結果を父母と共有し協議するということが指定されています。このように重要なチェックポイントを押さえていることは確かですが、これらは最終到達を目指す成果そのものではなく、そこに至るための重要な中間点の成果です。そうするとその中間点から最終成果までどのような道のりをたどることになるのか、そこがクリティカリ非常に重要になるわけです。このような成果主義が主流となっている国際教育協力で、途上国の取り組みがどのように影響を受けるのでしょうか。いくつか私の考えから申し上げますと、依然として政策分析力、研究力はドナー側に依存しがちとなって、途上国の実施能力についてはプログラムが教育セクター全般に及んでいること、非常に広範な改革が急速に進むこと、しかも加えて包摂性、公正性、学習成果の確保においてどのようにそれらが達成できるのかという具体的な道筋、答えが必ずしも明らかにされていないこと、それらに関しての情報が不足していること、加えて紛争ですとか政府の力によってコントロールしがたい要因というのもあります。支援する側、国際的な枠組みとしても先ほど述べたような解決に至る道についての知見が十分整備されているとは言えません。実践そのものは途上国の政府、国として行うわけですが、援助する側はこれに対して直接手は下しません。途上国の負担が大きくなっているわけです。また指標を重視するということが指標の一人歩きを促すかもしれません。目標の全体像が薄れる可能性もあります。学習到達度の評価があまりにも重視される嫌いがあります。これは多方面に不要な圧力をかける恐れがあります。その上評価されてもその結果は十分分析されず、政策や実践への反映が
あまり進まないという可能性もあります。さらには新しいプレイヤーとどのように目的意識を共有し、どのように連携していくのか、これも簡単な課題ではありません。さてここからはこうした特徴を持つ教育2030を日本ではどのように扱っているのか、どのように対処していくのか、これについて考えます。この背景にあるのは今年度 ESD 大賞の文部科学大臣賞を受賞した岡山県和気静谷高校のホームページから取り出したものです。日本の中にも非常に優れた取り組みがすでに多く重ねられているということです。もちろん教育2030からは教育2030は普遍的な SDGs の第4目標ですから、私たちすべてに関わるものです。ただ私は国際教育協力についての専門が研究ですので、日本の取り組みについてもその観点から述べさせていただきます。日本の取り組みを国際教育協力の観点から議論する際には、日本の教育協力が、そして日本の中における教育が何に強みを持っているのか、これについてよく理解することがまず重要だと考えます。例えばですけれども、 JICA を通じた教育協力では、円借款や無償資金協力による例も少なくないわけですけれども、技術協力プロジェクトがその中心です。そこでは相手と同じ目線に立って問題を捉え、現場で活動し、現場で成果を出す、そういった実績が多く残っています。日本の強みを教育協力に使えるモデルに置き換える、そういう力もあるわけです。事業の成果を持続化させ、そして拡大する上で不可欠な、どのように事業成果を制度化するのか、そこから得られた知見を政策対話にインプットしていく、そういった活動にも今は積極的に関わっておられます。さらには NGO や市民社会との連携、大学地方自治体のノウハウの活用、民間の参画にも積極的に取り組んでいられます。私はこれらをさらに進めて、国内の教育実践や教育研究に蓄積された大量の知見、民間企業の中にあふれている先駆的な取り組みをもっと国際教育協力の中に生かすべきだと強く考えます。多様なアクターが参画する SDGs、 そこでは交流との垣根を低くする必要があります。ご参考までですけども、民間が持っている教育知見を途上国の教育開発に積極的に活用するという試みは国際的にはもうすでにだいぶされています。一番上から、IFC 国際金融公社、世界銀行の一部門ですけども、そこは毎年民間の教育をどのように支援するのかについての会議が開催されています。 WISEイニシアチブ、これもワールドイノベーションサミットフォーエデュケーションということで、カタールファウンデーションが主催しています。またアジアでもイダンプライズファウンデーション、テンセントの創設者による基金ですけれども、こちらが設置されています。本日はこの会場にもイダンプライズの CEO であるクライブ・リー氏がご参加しておりますので、後で少しお話を伺えればと思います。そして国内での取り組みもすでに始まっています。昨年の5月には SDGs 推進本部が安倍総理大臣本部長のもと全国務大臣で構成される形で設置されています。同じく12月には SDGs 実施指針が決定されています。持続可能な経済社会づくりに向けた先駆者、いわば課題解決の先進国として世界のロールモデルとなることを目指し、国内実施、国際協力の両面において世界を誰一人取り残されることのない持続可能なものに変革するための取り組みを進めていくとしています。そして併せて具体的な施策も
この時決定されています。こういった内容が教育分野で設定されているわけです。すでに SDG4 に対応する形で漏れなく決まっているということがわかります。教育2030、これがすでに県レベルでもその目標の中に取り込まれているということがこちらからわかります。私が勝手に、これは広島県の教育に関する大綱の主だったものを出したものですけれども、 SDG4 に関連する言葉があるなと認められる、私が認めたものをハイライトすると、漏れなく入っている、そういうことがわかるかと思います。つまりすでに共通の目標に向かって日本の中でも取り組みが各地方レベルで進められているということです。もしそうであれば、すべての国の中で、日本の中でそういう状態になっているんであれば、なおさらなことですけども、お互いの問題意識を共有して実践の経験を分かち合い、そしてお互いに学び合うという姿勢が可能なだけでなく、また重要になってくるということです。そしてこれこそ、これからの教育開発、国内のみならず国際教育協力においても求められる姿だと思います。交流と国際協力の融合と言えるかもしれません。最後に、本日お話しさせていただいた点を、私たちにとっての課題、そして求められる対応としてまとめてみます。教育2030が変革的、野心的であるということは、 EFA の残された課題が大きい途上国にとって、目標設定の段階においてすでに置いてけぼりに食らっていると、そういう印象を一部では持たれています。教育政策アジェンダは各国国内の実情に合わせて再定義され、優先順位付けされなければなりません。新アジェンダが全ての国、全ての人たちにとってまさに自分のものとされるために、私たちは何をするべきでしょうか。国際教育協力が成果主義、先ほど述べたような形に走っていく中で、そして新しい教育アジェンダが成果の難易度を引き上げている中で、日本はその現場主義の強みをどのように生かせば、学びの成果の達成をすることに向けて触媒的な役割を果たすことができるのでしょうか。ここで求められる従来以上に多様なアクターが連携していく、共同していく、そのための仕組みとはどのようなものでしょうか。もちろん教育2030に向けた取り組みはすでに国内で広く実践されているわけです。その実践を国内のみならず途上国を含めて世界の国々と共有し、共に学び合うウィンウィンの関係を築くためには何が必要になるでしょうか。本日のフォーラムを通じて、こうした点を含めて今申し上げた私の話が皆様と一緒に考えていく上での助けになれば幸いに存じます。どうもありがとうございました。